んにちは、ココロンです。ご視聴いただきましてありがとうございます。はい、今年最高の動画は福袋動画ということで、グレイルさんの福袋が届きましたので、福袋っていうか福箱やけどもね、こちら7999円の福袋となっております。中身なんですけど、まあイメージでございますね。このような感じのものが入っているよという7999円ハッピーバッグとなっております。まずはアウター A、 このアウター A とアウター B もございますね。でアウター C、 アウターは C までかな。この中で2着どれか入りますよという感じみたいです。そしてさっとニット A、 ニットが5着この中からついてきますよということでございますね。シュッとニット B、 ほんでもってニット C、 まあ何が出るかさっぱり分かりませんよと。ニット D まであるわ、ニット E まであるわ。まあどんなものがついてるかはね、グレイルさんは割とね、こんななんか紫やったりピンクやったりさ、えげつない感じの色も入ってたりとかするので、どうかなという感じではあるんですけど、ニット F まであるわ。もうさっぱり分からんね、こうなってくると。全く絞れない感じではあると思うんですけど、あ、ニット G まであるわ、まだある。でその他が5アイテムで、まあブーツとかはねさすがに入ってんの私見たことないんですけど、バッグぐらいやったら見たことあるかなーって感じ。まあボトムスやったりとか、こういう帽子やったりとかマフラーやったりとか、そういうものが5点という感じの全12アイテムが入っていますよ、7999円でねということでございます。なので1アイテムが大体ね666666フリーメイソンみたいな感じだけど、大体まあ666円が1アイテムで、送料も無料だったりとかするので、まあ、そういった感じになりますね。アウターが2点入ってるのはすごくない？大体アウター1点やったりとかするけど、こういうのって割とね、でもね今までもとんでもアウターが入ってたりとかするので、まあ、こればっかりは開けてみないとということなんですけど、私もすごい楽しみにしてて、1月1日に届くんかなと思ったら12月30日に届きました。でグレイルさんは福袋一生売ってんねんやんか。オールシーズンね、いつ見ても福袋何かしら売ってたりとかするので、で今の時期はあの1月を超えても皆さんが例えばこれなんか内容見られてね、あいいやんと思ってもちゃんと購入できるようにはなっておりますので、ただ中身は福袋やからさ全然違うとは思うねんけど、このようなものが入ってるよっていうのだけ一応ご確認いただけたらなと思う動画でございます。でちなみにいつも言ってるんですけど、グレイルさんね、まあ、初回限定なんですけど、初めてご購入される際に300ポイント、まあ、300円分値引きがついてくる感じなんですけど、でそれプラスお友達ご紹介ポイントみたいなものがございまして、あの私の URL あの概要欄に貼っておりますので、そちらから会員登録をしてから何かしらご購入された場合ですね、初回300ポイントプラス500ポイントがくっついてきて800円分要は値引きがつくような形になりますので、まあ、新規の方、初回の方はよろしければ下の URL からご登録いただけたらと思います。そうするとね、私にも500ポイント入ってしまうんですよ。でその分の皆様からいただいたポイントっていうのは、またこういう福袋動画だったりとか、いろんなグレイルの購入品動画に当てさせていただこうと思いますので、よろしければ初回の方はそういうのも利用してみてくださいね。いつも本当にありがとうございます。ということで皆様のポイントも一部使わせていただいた福袋動画となっております。ということで早速開けていこう。1点目、お帽子でございますね。え、これめっちゃ嬉しい。ちょうどさ買おうと思ってて、え、欲しかった、めっちゃ嬉しいんですけど、こういうハフハフ素材のですねお帽子、なんかでもサイズがなんかちょっと若干ちっちゃいような気がすんねんけど、一応ねサイズ表記ではブラックで56センチから58センチってなってるんですけど、ちょっと被ってみるとやな、あでもまあ被れんこともないけど若干ギチギチ、なんかちょっとちっちゃい気がする。これさ頭さ、私そんなにねめちゃくちゃハチここは張ってんねんけど、なんか帽子とかでさそんなにちっちゃいって今まで私あんまり感じたことないタイプなんですよ。それでこれやとちょっとちっさめかなって思いますね。うちあの小学生のですね子供がおりますんで、その子は多分ちょうどいいかなって思う感じなんですけど、ちょっと待って、これあったからさ頭測ってみるわ。この辺り、私が頭周りがこれ54センチなんですよ。頭ボサボサなったけど、今測ったらねここでちょっとちょうどおでこぐらいのところでこの辺ね、このラインね、で54センチだったので、これ56から58やったらブカブカなはずやんか、やけどキッチキチでした。だから頭周りがまあ54か5かまあそのぐらいやと思うんですけど、そのぐらいの人でもキチキチやと思っていただけたらと思います。これはちょっと当たりとは言えんけど、うち下の子ちゃんがいるからさ、上の子ちゃんでも背160ぐらいあるから多分きついと思うねんやんか。小学生にはちょうどいいけど、僕たち大人にはちょっとちっちゃいんじゃねっていう感じの帽子が1着目でございました。1点目ね。
まあ、えっか。ほんでは次、続きまして、ニットでございますね。こんな感じの黒ニット。12点もありますからね。違う、ニットじゃなかった、トレーナーやった。こういう感じの、ちょっとでっかめシルエットのトレーナーでございます。ちなみに、私さ、この、ちゃんと L 買ってるわ。なんかね、福袋ね、ちゃんと L サイズがあるんですよ。で、私ちゃんと L サイズを購入しているので、基本入ってるものはちょっと大きめシルエットのものになるんかなーって思うんですけど、とりあえず着ていくか。で、着てみましょい。いや、めっちゃいい感じ。なんか落ち着く。めっちゃ落ち着きますね。黒トレーナー。なんか裾がちょっと裾細りになってる感じで、でも、オーバーサイズな感じ。ちょっと肩落ち系の黒トレーナー。めっちゃ着やすいよ。これはいい感じ。当たり。ほんでは次、続きまして、もう入っている順番にね、パン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 開けていこうかなと思うんですが、こちらもその他でございますね。マフラー。これね、私ちょうど欲しかったかも。こういうさ、おっきい、なんかこのさ、紐のところがさ、太いやつなんか流行ってたりとかするやんか。で、ちょうど欲しかったかも、やったー。で、なんかニットっていうより、なんか萌えやな感じのマフラーとなっております。なんかさ、マフラーの巻き方講座みたいなやつさ、あったりとかすんねんけどさ、結局はこれよな。結局はこれ。なんかマッチみたいじゃない、頭大丈夫そう。これ髪の毛出さなへんやん。マッチやん。マッチ棒直シュッシュッみたいな感じだけど、まあまあでもこのマフラーはいいんじゃね、これいい感じやん。当たりと言っていいんじゃなかろうか。ちょっとワイの巻き方がやな、髪の毛出した方がいいけど、あれあれ、初詣行く時に寒いから巻いていこう。子供のもあんねんやんか。やねんけど、私のなかったのでちょっと嬉しいかなって思いました。白っていうより少しベージュみたいな色合いのマフラーが出たよ。いい感じ。このマフラーがその他2点目やね。ほんでは次、はい、順番に開けていっておりますよということで、またしても黒なんやけど、いいんちゃう、着やすいやん。なんかそんなさ、とんでもない感じのものが入ってないから、私的には嬉しいねんけどな。黒のこういうタートルでございますやねんけど、私は L サイズを頼んでるので、横幅がねしっかりあるタイプ。丈的には短いけど横幅はあるよという感じのニット。腕の裾はちょっとやっぱり先細りな感じやねんけど、これさ、今黒からさ黒に着替えても全然分かれへんと思うねんけど、とりあえず着てみていいですか。着てみましょう。いやでもな、これええんよな、普通に使えるやん。ええ感じ。なんかあのさ、ショッキングなピンクとかが入ってなくてわいは嬉しいよ。ちょっと黒から黒でね、ここが伸びたぐらいしか変化ないと思うねんけど、動画上。いやでも私的にはちょっと嬉しい感じかなと思います。ほんでは次、続きまして、これはその他に入るんかな。タックが入った感じのパンツでございます。なんかね、お父さんのスラックスタイプのパンツでも茶色やから、すごい使いやすいかなと思います。サイズは全部ね、一応 L が入ってる、 L かフリーサイズみたいな感じですね。パンツに関しては、私そもそもね、ブーちゃんなんよ。こんなウエストのはずないやん。こう倍ぐらいあるわ。もうなんかボーン出てるから入らないので、ちょっとトロソーちゃんに着ていただこうかなと思うんですが、なんかトゥヤトゥヤしたサラサラした感じの生地なので、履きやすい感じかなと思います。丈感ちょっとね短い気はする。まあ身長によったりとかすんねんけどさ、ちょっとヒールっぽい靴を履くんやったら短めかなって思う丈感かなとは少し思うのだがね、まあ太いズドーンとした感じのパンツなので履きやすいかなと思います。いやでも色的にさ、まだ良心的やんね。なんか黒とか茶色とかさ、使えそうな感じの色ばっかりなので、これがその他3点目になるんかな。ということで、ほんでは次、続きまして、これは何だい、からし色マーメイドやね。バチバチのマーメイドスカート、これ分かります。ここがウエストで、この先がさこうなってんねんよ。裾がめちゃくちゃにマーメイドになってる感じのロングスカートという感じでございます。なんとも言えん色。でもさ、見方によってはさ、なんか黄色っぽいベージュみたいな感じ。私開けた時はさ、めっちゃなんかピスタチオって思ったけど、まあ黄色っぽい感じの黄土色マーメイドスカートと思えば、上になんかさ、ベージュとか合わしちゃったら可愛らしいんじゃないかなと思います。まあ、これに関してもね、サイズは L なんよ。L やねんけど、ウエストがこんなはずないやー。もうボーンやから、この子もちょっとね、トロソーちゃんに着ていただこうかなと思います。いや、合わせ方によっては可愛い気がする。
次もさ、一番最初に出たさ、あのトレーナーはその他になるのかニットになるのかいまいちわかんないんですけど、とりあえずニット2点目か3点目か、ここからはね、なんかニットが続いている感じがする。はい、こんな感じのニットでございますね。これも丸首でなんかグレーっぽい感じの紫あるけど、なんかでもまあ着やすい気がするぞ。さっきのさ、あのマフラーとか合わせたら可愛らしいんじゃないかな。とりあえず着てみましょう。こちらサイズフリーサイズなんですけど、かなりオーバーサイズで、いや意外と可愛いんじゃないかな。あのグレールさんカラーって感じ、なんか薄紫に茶色を入れたみたいな、なんとも言えへんみたいな感じの色合いのニット、丸首の丸な感じなんですけど、かなりオーバーサイズでブカブカなので、私みたいなちょっとブーちゃん気味な人がね、ブーちゃん気味っていうか重くそブーちゃんやねんけどさ、ボスケで痩せてんけど、ほんま 2,3 キロ減ってもね、なんも変わらんよマジで。お腹ちっともへっこまへんからね。まあそんな私でもブカッと着れる感じなので、これも私の中ではなかなか当たり、まあ、シンプルでええんよね。もうなんか、いや可愛い格好したいよ、細くなったらしたいけどもね、もうとりあえず着れてそれでシンプルやったら、パツパツにならんかったら私的には OK かなと思うので、ボーダーラインは割とね低め。次ここからはなんか見るからにニットが続いてる感じなんですけど、ニットでございますね、ベージュニット。こちらもサイズ感はフリーサイズなんですけど、ほう、あのね、前がペケポンになってね、腹が出る感じなのよ。わかります？こんな感じやねやんか、前ペケポンでここスッカスカなんよね。だからインナーを着てないとちょっと着れない感じのニットになっております。まあインナー着て着てもええねんけど、これはちょっとトルソーちゃんに着てもらおうか。まあ変わった感じニットでございますね。一応こちらもフリーサイズにはなってるんですが、なんかあの脱がれへんカーディガンみたいな感じの作りかなとちょっと思います。まあな、着たら可愛いんやろうけどな。でもちょっと前がバツになってるってなかなかね、珍しい感じのデザインかなと思います。ちょっとカシュクールみたいな感じ。はい、ほんでは次オレンジなのだが、急にねめっちゃオレンジの感じのニットでございますね。なんかもう見るからにでっかいんやけど、あ、こういう感じ。なんかさ、あのラピュタ守ってるさ、巨人兵みたいにならへん、私着たら。この肩の感じが、首がこういう感じでこう開いてる感じのオレンジニットとなりますね。かなり網はねでっかい感じ、こうインナー着た方がいいかも、若干透け感ある感じのオレンジのデカニットとなっております。まあ一応着ていくか、肩幅どうなってんのっていうぐらいの幅なんですけど、ほんでは早速着てみましょう。いや、まあ着たら着たで、まあ、まあ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 っていう感じかな。オレンジって普段着いひんからさ、なんかすごい自分の中で新鮮感がある。でもさ、下茶系とかと合わせちゃえば可愛いんじゃないかなってちょっと思いました。いや着慣れんっていうか見慣れんね。なんかね、オレンジって普段ほんま着いひんからさ、めっちゃ見慣れん感じやけど、この辺ね意外とすっきりしてるから。でも髪の毛ばっかり触って申し訳ないねんけどさ、着たり脱いだり着たり脱いだりしてるからさ、ボサボサになんねんやんか。まあでも意外とね、この手元がこうでっかい感じなんよ。ここがボムってしてる感じではあるねんけど、ここすごくすっきりしてるので、なんか私みたいなね太っちょさんとかでも意外とこれすっきり着れる感じじゃないって思いました。形的に丈感もそんなに長くないので、なんかもごもごもせえへんし、意外と着れるねこれね。え、いいかも。なんか福袋はさ、こういう新しい発見があるのがいいよね。ちなみになんかグレールさんってね、ニットってこうなんかちょっと最初さ、まあリングとかもそうなんですよ。どこのブランドさんもなんかちょっとプチプラ系のねブランドさん、どこもそうやねんけど、若干なんか石油臭い時があんねんやんか、ニットとか染料の匂いというか、なんというかなんやけど、もしかしたらそんな匂いしてるかもしれへんねんけど、私コロスケで今鼻が死んでるので何も匂わないという幸せな世界線で生きております。ごめんね、だから匂い全然わからへんねんけどさ、何も匂わん、わからん。ほんでは次、はい、続きまして、これはなんだ、カーディガンかな。なんだこれ、丈感が短い。ね、ちょっと待ってよ、これ肩ここやんか。ね、乳の下ぐらいまでしかござらん。なぜこんな丈を短くした、言ってごらんなさいっていう感じではあんねんけど、なんかオレンジ着てるしピンクあるしで、すごいね色的にカラフルでんな今日な。これはさ、なんかインナーを着ちゃって
て、ほんでまあ細いデニムとか履いてさ、ほんで着るみたいな感じのものやと思うねんけど、ただワイはね L サイズの福袋を頼んだわけよ。そんな細いパンツが履けるわけでも腹が出せるわけでもないわけだ。それでこの丈感のやつマジでもう作るの自体やめてっていう感じではあると思うねんけど、まあ一応着てみる。ちょっと腹が出ちゃうのでね、そこはちょっと映さぬようにしますけども、着てみましょい。もう丈感がもうおかしい、だいぶもうなんていうんかな、お腹が出ています。もうクソお腹出てるので、出せる人用でしょよ。 L サイズの福袋にこれはいかんでしょ。はーいって手挙げたらもうここスッカスカみたいな感じやから、うんとね、あれよ、黒のさワンピースとかあるやんか、ストーンとした感じのワンピースで、その上とかに着ちゃえばこのお腹とか気にならへんやんか。そういうのにはいいんかなと思ったりとかするんですけど、私にはちょっと可愛らしすぎるかなという気はするけども、まあ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 っていう感じ。なんかなんやろ、今日のオレンジもそうやけどさ、着れなくはないんやけど、普段選ばへん柄とか色すぎてなんかちょっと戸惑っている。まあでもさ、普段着いひんものを福袋って着てみたりとかするやんか、それが面白かったりとかするから、まあいいんかなと思ったりとかするんですけど、私普段ピンクは着んからね、さすがに。最近特にですけど白黒グレーが多かったりとかするから、ピンク着ている自分にねちょっと違和感を感じる今日この頃ではございますが、まあなのでワンピースとかに着ちゃえばワンちゃん可愛いかもしんない。なんかそういうねちょっとぽっちゃりさんが着る場合ね、もうデザインは可愛いねんけどな、丈感だけもうちょっと伸ばしとってくれたらなって思うところではございます。次続きまして、もうこれはアウター部門に入ってくるんかな。え、可愛いかも。え、可愛くない？なんかジャケットっぽい感じのアウター。いやこれ着てみんねんけどさ、これちょっと脱いでいいですか？これちょっとお腹がスカスカしてさ、ちょっと気になってしゃあないから、ちょっと最初の黒トレーナーに戻りましたけども、え、これ可愛くない？なんかちょっとさ、ティティベアが着てそうな感じの、なんかグレー、紺、緑、ベージュみたいな感じの色のチェック、え、ちょっと可愛いかも。着てみましょい。こんな感じ。え、可愛くない？ガチのティディベアみたいな感じやけど、ワイが着るとぽっちゃりだからね、あれやけど、いやでもすごい可愛らしい感じかなって思いました。え、よくない？普通に着よう。これ今年の福袋いいやん。なんかさ、中真っ黒黒の格好してても黒のスカート履いててもとりあえずこれ一着で、色がちょっとついててチェックやったりとかするし、なんかふわっとして可愛いし、それプラスさマフラー巻いちゃっても可愛いし、え、割といいかもってワイ的には思いました。あれ、今日一これ気に入ったかも。このアウター似合ってるかどうか置いといて、私ね、まともなアウター持ってなかったんよ。いや、あんねんよ、あんねんけど、今まで福袋で出たダウンジャケットばっかりやねんやんか。ほんでダウンになる前の時期とかさ、アウターがなくってさ、まあ普通にパーカーで出かけたりとかしててんけど、それはそれで寒いし、でダウンばっかりもつまらんじゃないですか。うち黒のダウン死ぬほどあんねんやんか、5着ぐらいあんねん、あの今まで袋で出まくったダウンがね。だからダウンじゃないこういう普通っぽいコートって初めてかなと思うので、これは私的にはちょっと嬉しいかなって思います。ほんではラストだ。はい、ラストはもちろんダウンでございます。もちろんってことないねんけど、だいたいこういう服袋ってダウンついてるやんか。え、でもさ、7999円でこれはでもちょっと当たりじゃないかなって思うねんけど、丈感はねそんな長くないねんけど、茶色のダウンって私持ってなかったのでちょっと嬉しいなと思うところでございます。ということで着てみましょい。え、めっちゃでっかい感じなのだが、今年ってさこういうでっかシルエットが流行ってるよね。なんかでもね、手首ちゃんとキュッてしまってて、中にこういうなんかちょっとニットっぽいのが入ってんねんやんか。だからめっちゃぬくい。ダウンじゃなくて中綿コートね。でもこういうさ中綿コートってさ、肩がでっかくなりがちやけど、これシルエット見ていただけたら、肩よりもこのなんていうの、この帽子んとことか首んとこがすごいボリューミー、ここがすごいボリューミーやから、本体のでかさをさちょっとごまかしてくれるというか、これ着てみたらすごい可愛いなって思った。え、めっちゃいいんだが。え、今年のグレールさんあたり、私的にはすごいあたりやなと思いました。コートがどっちも使える感じ。私めちゃめちゃでっかシルエットやと思ってんけど、そうでもないねん。本体は普通やねんけど、この首のところがでっかくなってる感じが体型カバーに割となるから、ここがさシュンってしてたらさ本体のでかさが目立つやん。やけどここがボリューミーで、本体はまあ普通ちょっとボワッとした感じではあるけど、このデザイン感がすごい好きやなって思いました。
え、これどうですか？以上12点となっております。それで7999円。ちょっとおさらいしていこうか。はい、まずは今着てましたアウター2点でございますね。こちらサイズフリーサイズなんですけど、ぽっちゃりなワイでも全然着れた感じ、首が立ってる感じがすごいかっこよかったのと、もう1点のアウターがこちらティディベアちゃんアウターでございますね。こちらもフリーサイズになるんですけど、ぽっちゃりなワイが着ても全然 OK な感じ。これタートルの方が合うかもね。タートルニット着た方が可愛かったかも。で、ちょうどその黒タートルもついてる感じなので合わせて着れていいよね。え、めっちゃいい。今回はマジでいい。っていうかさ、アウター2着がさ、どっちも使えるって珍しくない？だいたいさ、なんかデザイン的にちょっとうーんっていう感じやったりとかさ、あのお首がね、別にいいねんよ、いいねんけど、ボワってした感じの首ついてたらさ、ちょっとなんかおばちゃんっぽい感じのダウンっていうか、まあ中綿コートとかが今まで入ってたこともあってんよ。まあそれもさ、未だに私使ってんねんけど、あの丈がロングやったりとかするからさ、あったかくていいから普通に使ってんねんけどさ、襟元は絶対ね、こういう感じの方がかっこいいと思うねんね。ちょっと立つ感じと、あとパーカーがこうついてる感じ、このデザイン感の方が絶対かっこいいと思うから、この中綿コートも絶対当たりやし、あとこのティディベアちゃんもなんかさ、丸首に着ちゃったからあれやけど、絶対こうタートルに合わせたらめっちゃ可愛くない？中黒タートルやと思って見ていただけたらめちゃめちゃ可愛いと思うねんけど、どっちも割と当たりやな。これアウターさ、2着出てさ、両方当たりとかマジで珍しいからね。でニット部門行きますと、このピンクのやつもね、別に悪くはなかったんけど、丈短いやつは基本的に中あのノースリとかでもいいからさ、ワンピースを着ちゃうととりあえず着れるかなとは思いました。もうここはちょっと微妙かな。で、まあオレンジちゃんやね。これ意外と着てみたらしっくりきた。オレンジって普段着ないからおーっていう感じだったので、まあでも着れるかなとは思いました。で、このなんとも言えへん色の丸首ニットをね、私これはもうめっちゃ好き。なんかさ、ちょっと面白みには欠けんねんけど、こうブカって着れる感じがサイズ感的にも好きやし、色感的にも着やすいなって思いました。で、このバッテンのやつね、これはちょっともうよくわからん。これもね、ワンピースとかに着ちゃってもいいと思うねんけど、ウエストがある程度キュッてしまっちゃうから、どうやろな、サイズ感によりけりって感じかな。ちょっとピチってする感じやったらば、ちょっと体のラインが目立っちゃったりとかするからあれかなとは思うねんけど、これはちょっと要検討って感じかな。で、黒タートルでございますね。これはもうインナーとしてはもうベスト、ベストオブベストって感じやから、タートル1着、黒のタートル1着ついてたらとりあえずそれだけでも嬉しいので、ニットに関しては2着がちょっと要検討っていう感じで、3着は着れるかなという感じでございました。で、この今着てる最初についてたこのトレーナー、これはその他に入るみたい。まあニットじゃないからね。で、これは普通にめっちゃ着れる。で、その他部門なんですけど、もう忘れてたわ。なんかピスタチオスカート、ピスタチオマーメイドスカート。やっぱり若干ね、ちょっと画面で見たら黄色っぽいかもしれへんねんけど、少しなんか緑が入ってるようにも見えるんだが、このマーメイドな感じのスカートね。これも、まあ、L サイズやけども、まあちょっと細めの方やったらまあ着れるかなっていう感じではあるんですけど、どっちかっていうとさ、この緑みを抜いてくれてさ、ちゃんと普通にベージュカラーで作ってくれたらよかったのにって若干思ったりとかするんですけど、目視で見たらね、割とピスタチオ。ちょっと微妙かな。で、茶色パンツ。でも色合い的にね、ここはいつもやったら真緑であったりとか、ショッキングピンクであったりとか、はたまた真っ白であったりとか、そういう感じのね、ちょっと合わせにくいやんけっていう感じのパンツがついてるところ、普通の茶色、まあ、これはいいんじゃないかな。まあ、私パンツ履かないんであれですけど、ウエストが普通に入られる方はええんじゃなかろうか。で、このマフラーね、マフラーはマジで欲しかったから嬉しい。これ普通にね、多分あのグレールさんで見たことあるんですけど、1200円か1400円ぐらいで売ってたかなと思う感じのマフラーと似ているので、多分そのぐらいのお値段のやつじゃないかなとは思うんですが、まあ割と私はこれは完全に当たりやなと思いました。で、帽子ね、これも多分ね999円のとことかにあったと思う。グレールさんのやつでちょっとセールで見たんですけど、いや入ってたら嬉しいねんけど、ただサイズ感が圧倒的に小さい。多分50頭のサイズがね、53センチとかの方やったら52、3センチ。でも52、3センチって子供サイズやからね。だからまあスポって被らんと、ちょっと乗っけるみたいな感じで被るんやったら別にも、いやでも絶対ちっちゃいわこれ。もう全然入らへんもん奥まで。だからギューってしたらまあ入らんコツもないけど、ちょっと
とこれはどうかなと思いました。帽子欲しかったから若干残念ではあんねんけど、これはもう完全に子供サイズ、お子さんがいらっしゃったらいいと思うねんけど、うち下の子ちゃん男の子やけど全然男の子でもこういう帽子かぶったりとかするやんか。だから小学生の頭ちっこい下の子ちゃん行きという感じでございます。うちは使えるからいいけど、大人だけやったらちょっとほんまきついかな。全然使えへんからポイーってなっちゃうかもしんないね。帽子はほんまサイズ感が難しい。なんでもうちょっと大きめに作らんかったんかね。ちょっとこれはサイズミスやと思いますわ。とはいえその他部門はこのトレーナーが普通に切れたということと、あとマフラー欲しかった、でパンツはまあサイズ合う人はいいでしょうということで、まあ 2,3 点ぐらいはいけたかなと思うので、今回割と当たり買いだったんじゃないかなと私的には思いました。アウターが違うタイプが入ってて両方着れるやつやったって、もうこれ奇跡的やと思うねんね。マジで今回は良かった。私的にはそんな感じでしたけども、もしねあの福袋買ったよっていう方もね、あのいつもコメントにいらっしゃったりとかするので、中身どんな感じとか、私も被ってましたとか、いやうちの全然外れやったとかね、なんかコメントあったら書いていただけたらなと思います。皆さんのご意見はどんな感じだったでしょうか。いやまあ福袋なんで着られへんやつとかちょっと合わへんなっていうやつとかも履いてたりとかはするんですけど、今回でいくと半分ぐらいは普通にもう日常的に使える感じ、それプラスでっかいアウターが2着とも私は好みだったので、まあ、そういう意味では良かったかなって思うんですけど、まあ、皆さんどんな感じだったでしょうか。またご感想をねよかったらコメント欄で書いていただけたらと思います。はい、お疲れ様でございます。今日の動画いかがだったでしょうかということで、いやまあいろいろございましたね。2022年、戦争もあったしコロナもあったし、ほんとねニュース見てるだけですごいことが、日本でもそうだし世界見てもすごいね大変な事件がすごくたくさんある年だったなと思います。ていうか令和ってさやばくない？平成そんなね、まあ言うていろいろありましたよ、震災とかもあったしさ、あれやけども、ただこの令和に変わってからここ数年っていうのが、特にコロスケがあったせいでさ、みんなの生活も変わり習慣も変わり、あと会いたい人に会えなかったり、あと仕事が奪われてしまったり、生活もねなんかちょっと安定性が失われてるっていうことがあったりね、今このご覧くださってる皆さんもそうですし、世界中の人が何かしらの影響を必ず受けたんじゃないかなっていうのが、この令和に入ってからの激動のね、まあコロナであり、まあ、それ以外の事件でもねいろいろたくさんなことがあったなと思うんですけど、特に2022年、なんかねマイナスなこともすごくたくさんあったかなと思うんですね。まあ、個人的にいいことがあったよっていう方はねすごいいいねんけど、まあ、でもコメント読ませていただいててもなんか年々ちょっとしんどくなってくるなとか、あとお父さんお母さんのちょっと体調が悪くってとか、あとご自身のね体調がちょっと良くなくてであったりとか、なんかいろんなコメントでね今ちょっとしんどいよっていうお声をいただくこともすごく多い年だったかなって私的には思います。なんだけどさ、なんか悲しいかなさ、とりあえず踏ん張って今の人生を私たちは追えないといけないんだよね。ただ逆を言えば、例えば今の職場であの仕事辞めますってこの間ね書いてくださってる方もコメント欄でいらっしゃったんだけども、合わない職場を離れたりだとか、まあ、例えば学校行っててさ、なんかこういじめで不登校になる子たちがすごい年々多くなっていってるんだって。でも少子化は少子化やんか、やねんけど不登校は増えてるから、もしかしたらそういういじめって増えていってるんじゃないのみたいな感じで、あの今日さタックさんの動画見たらそういう感じで言ってたんですけど、そうかもしれへんねんけど、逆にねその学校無理していかんでいいかなって思える子たちが増えたんじゃないかなってちょっとそんな風に思うんですね。特にうちら世代やったらさ昭和やから、昭和ってさ基本ベースにあるのが根性論やんか、何でも根性でとりあえず乗り越えろ乗り越えろみたいな感じで言われる世代じゃないですか。そうするとさ、そういう逃げって言うんじゃないねんけども、参加しないっていうことがあまり認められなかった時代だったりとかするよね。今の時代がじゃあ全部認められんのかって言ったらそういうわけではないと思うのよ。何が何でも学校行きなさいって言ってくる親であったりとか、その状況もわからんでね、例えば職場も一緒やと思うねんけど、行くことがどんだけ辛いのかっていう、その本人の立場に立たんととりあえず行くだけ行こうよみたいな感じのことを言われることっていうのも今の時代であってもあるとは思うんだけど、まあ、例えば学校で例えるとさ、そこにはもう行きませんと参加しませんっていうことであっても私全然いいと思うねんね。もしさうっとこの子がなんかそんないじめとかはあんまりそんなあったことはないねんけども、もしさなんかそういう仕切ってるような子に目つけられてさ、なんか
複数人にいじめられるみたいなことがあったら、そんな学校行かさへんもん、行かんで行かんでいいっていう、そういうのが逆に認められるようになってきたんじゃないかな。その不登校の数が増えたっていうのは、一人に悪っていうんじゃなくって、そのいじめだけじゃなくってさ、ただ単に学校にちょっと行くのがしんどいなっていう子たちもいると思うんだけども、まあ、そういうのが認められるようになってきたんじゃないかなと私的には思った次第でございます。でこれはね、子供だけに言えることじゃなくって大人にも言えることで、合わないってやっぱりあるし、職場によってね、なんか変な仕切ってる人がいてさ、あからさまにも息すんのもしんどいぐらいのところに働きに行くっていうのは、普通に考えてやっぱりおかしいと思うねんやんか。とはいえ、じゃあ派遣がいいんかとか、じゃあバイトがいいんかってなってくるけども、そうじゃなくって、なんか派遣社員であったりとかバイトとかってさ、会社があんまり責任を持たんで済みますよっていうことだったりもするやんか。だからしっかりと会社員として職場を変えるっていうことが、もうちょっとね、当たり前になってほしいなって私的には思う感じでございます。人を雇うということは人の人生を背負うということであって、会社はもっと責任を持つべきだと思うから、そういうのがね、ちょっと当たり前の社会になってほしいなって、2023年からですね、また新しい年になりますけども、そういう風に思います。まあそういう風にうまくいってくれるのかどうなのか分かんないけど、もうどうにかこうにかね、今ハッピーの方は全然いいと思うねんけど、今ちょっとしんどいよっていう方はさ、頑張ってこの時代をこう乗りこなす、あと無理はしない、なんか行けるところまで頑張るのはいいかもしれないけども、それ以上のことっていうのはやっぱり許容範囲、キャパシティを超えてしまったらさ、何かしらの不具合が出てしまったりとかするから、ちょっとそこはね、一旦立ち止まって、本当にこの道でいいのかっていうのを考えていただきたいなって思うところでございます。2022年、私にとってはですね、どんな年やったかな、皆さんにとっては2022年どんな年でした？私はまあなんやかんや波乱万丈はね、まあプライベートも含めいろいろあったはあったんですけど、でもまあそこそこは安定とまでは言わんけども、まあでも家の中はね、子供たちとワイワイ過ごしている感じだったので、まあアホな話しながら毎日過ごしている感じの年でございました。そしてこうやって動画をね、出させていただくことで皆さんとも交流できて、そういう意味ではいい年やったなって思います。来年からもね、もっともっとなんかいろんな形で皆さんとね、コミュニケーションが取れたらなって思うところでございます。いい年にしたいね、2023年。私さ、毎年さ、最後の動画では白いブラウスって決めてたんですけど、今日は黒のトレーナーでごめんね。でなんで白いブラウスをね、毎年着ようと思ってたかっていうと、なんか初心に帰るっていう意味合いで、なんか白のブラウス毎年着ようとか思っててんけどさ、なんかちょっとこのままもう喋り続けてしまってるんで、ちょっと申し訳ないんですが、まあ、ほんとね、初心に帰るっていうのはすごくなんかさ、自分を戒めるみたいな感じの意味合いの言葉や、初心に帰るってじゃなくって、初心に帰るとさ、いろんなことが楽しくなるんだよって私は思うんですね。なんか人間いろんなことに慣れていくとさ、例えば当たり前に美味しいご飯が食べれたり、当たり前に例えば焼肉が食べれたり、もう食べ物ばっかりやけどなんか分かれへんけど、こうやって動画を出すことあってさ、当たり前じゃないんだよね。なんかそういう喜びってさ、毎回ずっと持ってたいなって思うじゃないですか。まあそういう意味での初心に変えるというか、絶対ね、初心の方がね、楽しいことって世の中いっぱいあるので、私はそういう気持ちで1年間ね、過ごしていきたいなって2023年も思うところでございます。なんかいい意味でずっと初心でいたいなって本当思います。なんかこうやって見てくださってる方がいらっしゃって、それは本当に当たり前のことではない。こんなたくさんの方がなんかさ、そら他さんのさ、大手さんと比べたらさ、うちはすごい弱小なチャンネルだったりとかはするんですけど、でも私からしたらすごいたくさんの方に見ていただいて、そしてさ、たくさんの方にコメントをいただいたりとかしてさ、ほんでそこでコメント読ませていただいて、なんか私は交流を持たせていただいてる気持ちでいっぱいなので、めっちゃありがたいなと思うし、で今まで例えば生きてきて友達が多いタイプでもなかったし、なんかさ、ほら幼稚園の PTA とかやった時はなんかすごいたくさんの人の前で喋ったりとかねなんかそういうことをしたからたくさんの人とつながったけども、ただじゃあ今誰かつながってるんかって言ったら別につながってないし、なんていうかな、どっちかっていうと、そんななんかパリピな人生というかね、そういうのを送ってこなかった私がですね、動画を出させていただいて、こんなたくさんの方に見ていただけて、そしてコメント書いていただけて、もうそれはね、めちゃめちゃ嬉しい。毎回出す動画に対して本当ありがとうっていつも思いながらね、動画出させていただいております。何も当たり前じゃなかったりとかするから、その気持ちを持っていた方がなんか動画出すのも楽しいしさ、いろんなこと楽しいなって思えるから、本当初心に帰るっていうこと、初心でいるということは幸せなことやなって思います。なので2023年もね、そんな感じで初心を持ちながらね、ずっと動画投稿続けていこうと
思います。2022年、その前からそうですけど、この1年間ですね、本当にお世話になりましてありがとうございました。そして2023年も皆さんにとってね、輝かしい年になるようにお祈り申し上げております。来年もどうぞよろしくお願いいたします。なんか年賀状みたいな感じになったけど、本当ね、皆さんにとって本当に輝かしい年になりますように。来年からもいろんな動画出していきますので、ここはねずっと継続して、私来年48の年なんですけど、60になろうが70になろうが私動画投稿続けておりますので、いつでも遊びに来てね。今日はこのあたりでということで、いつも本当たくさんのコメントと、そして心温かいグッドと、何よりこの最後の最後までご覧いただきまして、いつも本当にありがとうございます。ではまた2023年の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。良いお年を。